にさ、6キロとかのカメラマンの話聞くとさ、うん、後ろ結構でかいはずだけどさ、うん、そうでもないのかなって思っちゃうよね、うん、6キロってもうスーツだ、サイズが、うん、すげえ可愛いスピッチ見たんだけど、それが可愛いからダメ。いや、それはね、見てみて、お前黒いスピッチ、超可愛いんだけど、俺のが可愛いだろ。全然気がするんだ、気がする。俺がないと思ったらめっちゃ明るいんだよ、わかる。照らす気がされるね。お前は照らすが、私は照らされる。もう一周だけね、人。あのみんなのやつ間に合わせたいから。みんなじゃねえや。夜なの。そろそろあれか、新卒くんのようになるね。そういう時期か。何分ですか？35分。じゃあ僕はあと10分したら帰ります。いいですね。2周ぐらいどこできる？何できる？2周はできないでしょ、10分で。ここできる。寒くねえな、君たちって感じだけど。近所に注意されるよ、そのうち。聞こえてなかったか。え？この時間あんな騒がれる。夜桜、ドン。綺麗だね、うん、だいぶ朝より。あ、これ結構眩しい。朝よりだいぶ咲いてきてるね、うん、これ結構眩しいね。600ルーメンです、うん、あ、だいぶ咲いちゃってんじゃん、ここ。うわー、これ超綺麗。あ、寒いよな、でも。あの、ワンカップ買っていこうよ、ワンカップ。ワンカップあ、お二人で、はい、今日は、はい、あら運動ですか。うん、ポンちゃんほら久しぶりに歩いた。歩いた足が痛くて、ね、歩けなくて、うんうん、大丈夫ですか足、うん、だいぶ良くなりました。なんとかね、あの無理はしない。老化現象だって、もう筋が伸びちゃって、ね縮まないんだって。あのゴム紐の伸びちゃったのと同じだって。うん、かわいそうだと思う。あ、早く行っていいよ。何が悪いからさ。せっかくお二人できたのにさ。いやいや、そんなそんな。大丈夫ですよ。またね。はい、また。ありがとうございます。はい、そうです。自分の空活に必死やねん。何も落ちてないよね。夜怖いんだよね、分かんないから。ここに落ちてるよ、なんか。あ、ちょっと待って、これ何？あ、花びらだった。なんかここにいるじゃん。イカに見えた。ここにいるじゃん。何でそれ眩しいの？ザメだ、食ってる。イカに見えちゃった。なーろって素直に元気だよ。なるほど。あのさ、オールリズムであんなのさ、遊んで来られたら笑えるよね。どんだけもろいんですか。いや、でも一応決まってるじゃん、あれ、体重制限ユーズって。はい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 、楽しんでるな、こうやって走り回るのね。ちょっと待って。
おい、じじい。じじい。じじい。でも、気管のさ、虚脱とかなんだきゃいいけど。うん。足が静か。そっか、伸びちゃったら戻らないのか。人間の体って。丸は伸びてる。心配だな。じゃあ行こっか。はい、あと5分ね、俺。なんでジョルナに間に合わせたいね。まあいいけど1ポイントだから。1ポイントよりこの人の空間の方が大事じゃない。うん、あっちょっと行った。あ、すごい咲いてる。ほんとだ、だいぶ咲いてきたね。満開になるとほんと綺麗だよね。これ光結構照らすね。そう、わからない。見て見て、これカメラ見てて、ないのとあるのとほら、だいぶ変わるね。うん、ポン、ほらポン、ポンちゃんもほら見て、これ尻尾。本物？これこれ。本物。やめろ。早くやめたいで気にすんの。ポップ行こうぜ、寒い。これもブルブルだよ。ブルブル感じていたよね。今ブルって言われてました。なんかさ、めっちゃ美人なんだよあの人。びっくりした。あ、そうなんだ。今見るとあ、もう清楚系、なんか清楚系美魔女って感じ。ちょっと待って、この辺照らしてよ。はい、あんま変わんないか。ジュースは分かるんだよ、これ。あ、知らない。帰ろうぜ。これ超綺麗。なんかね、そのブルー中野さんのさ、昔のやつってすげえもう髪の毛青かったじゃん。あっていうおめかげが全然ないの。おめかげって言ったんだ。なんかもうね、なんだろう、綺麗だな。本当にはつらつとした奥さんって感じ。え、それがそんな昔あんなおっかない人だったのみたいな。ピント、夜だからピントがさ、超合いづらい。うん、こんなすごい綺麗なんだけど。あ、じゃあコング。極悪ドーム。夜はカラスとかいないから、なんかちょっと安心する。うん、上からの物体いつ。ケツメドくん。ふって。いや、うんこすんの。うんこした。うんこ。これ変わんない。当たってない、全然当たってない。下手くそ。あ、ポイント。下手くそ。桜すごい咲いてる中も、ほら、うん、すごいね。うん、明日じゃあいいやな、登山じゃなくて。登山で明日じゃあ御朱印あるかないか。俺はあると思うな。あったら嬉しいけどね。うん、だから明日8時ね。7時には出るよ。うん、でも早く出ないとね。ちゃ入れるよ。もう7時に出なかったら俺もう置いてくから。あ、いいよ。早く帰りたいから。うんこす。あ、うん。こっちを照らしたまま。この公園をご覧くださいね。今こんな感じですよ。いいですね。なんかほっこりする。年取ったな。36か。
36かも。まだ36やんけ。嘘、34でした。そうだった。うん、人生あっという間っすよ。うん、だって夜桜綺麗だな。あ、それさ、ちょうどいいところにさ、ライトあるからちょっと綺麗だよね。行こう、ご飯食べに行きたいから帰る。何だったの、納豆か。ラーメン食ったけどな、ね、あのサラダで明日食い果たすの。なんか今日さ、あれだって4時過ぎぐらいからさ、みんなで言った人、みんなでさ話してた会話、腹減ったねって言ってずっと言われて。ケイちゃんの好きなのかな、アボカドよー。つぶぐみ食べる、つぶぐみ食べる、つぶぐみ焼けたの。あと優秀だよあれ、甘いし。あ、結構底地が出るよねあれ。うん、センズみたい、ドラゴンボール。いや、やっぱね、疲れてる時は糖分大事だな。落合陽一さんが大好きな、うん、落合陽一さんが大好きなつぶぐみ。ポチアイがいる、ポチアイ。これポップがいる。舐めてる、舐めてる。おい、進んでいこう。ポップ帰ろう。帰るかな、どういうかな。ポップが背伸びしてる。すっごい伸びてる。痛い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 。え？痛い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 。ポップが止まった。痛い痛い痛い。イエスイエスイエス。ああ、相手の角がダメだったらダメだよ。ノー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 。イエスイエス。動かなくなっちゃう。なんで動かない？動かなくなっちゃう。なんで君動かなくなっちゃう？動かなくなっちゃう。ここも左ね。え、右でいいじゃん。なんで？なんで？入りてぇ。山崎。春の端末。山崎って、TYF の山崎ってすごいよな。あれ違う、あれ。もともとガロレン3なんだよ。山崎。うん。わかんない。そうだったら相当少ないよね。いやでも今一クラスだいぶ少ないんでしょ。うん、子供少ないから。ああ、まあ。わからんけど。もこれはわからんけど。かわいい。ありがとうございます。全部大丈夫だから全然。どうぞ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 。よかったね、ポンちゃん。すっごい人懐っこい。かわいい。めっちゃ喜んでる。あー、すみません、すみません。大丈夫ですよ。ちょっと犬飼ってる。本当ですか。だからだ。わかるね。犬飼ってる人すごいわかるね。やっぱね。トイプードルをちょっと飼ってる。トイプードル。かわいい、かわいい。かわいい。めっちゃ甘えてるよ。もこもこだね。あ、もうだってあれ、撫でて、撫でてたんだって、体撫でてたん、体ぶつけてくんの、あれ撫でてって。何もしないの。撫でられ、自動撫でられて。え、そっちゃん、いろいろね。ありがとうございます。はい、こちらこそ、ありがとうございます。よかったね。よかったね、ポンチ。撫でてもらえて嬉しいね。すごいね。なんかほっこりするよ。やっぱ犬に飼ってる頃の反応と違うね。すぐあーってなるね。僕、寝たか。トイプードルちゃんだともしかしたら会ったことあるかもしれないね。うん、ケイちゃんもいいね。ね、最近こうみんなさ、礼儀正しいね。でもまあ、あ、もう間に合わね。みんな敬語でちゃんと喋ってくれるのね。うん、朝のあの小学生の子もそうだけど、うん、
礼儀正しいな。あ、今日ここで焼肉にしようか。高いけど。行きてよもう。気になるよね。あ、いたて。うまいと思うここ。うん、ね、じゃあ帰ろうか。お腹すいたよ。なんか家帰ってなんか食おうかな。食べたけど腹いっちゃった。ポップ、今日ねカレーパンしたんだけどめっちゃ美味しかった。あの白いやつ、めっちゃうまかった。うん、めっちゃ腹たまるし、でも腹減った。パパ行くぞ。やるが抱っこしてあげよう。はい、パパ抱っこね。はい、10匹だね。もうちょっとだけここクンクンしてみよう。見た目見ないんだけど、ちょっと僕の付き合いの採用ぐらいの気持ち。かわいいな。ちょっとお尻がよし、行くか。ポップ行くぞ。ポンペイさん、俺はマレーシアに引っ越せ。本当に近所のおじさんに心の中を気をつけてね。亀仙人の、でも優しいっていう、うん、でも多分優しい人だと思う。普通にうちの話しかけてくれた。基本優しい。いや、結局なんかそこの近くに住んでないとうるささわかんないじゃん。うん、まあ、自分は結構響くんだと思うの、子供の声だから。どうしても、うん、あ、春休みなんか卒業式でみんなで集まったとか、なんか卒業してたとか、ね、あ、あり得るかもね、うん、その気にしてきた。見えるもんだね、カーテン内と。男性だったらいいけど、でも外も危ないんでね。まあね。今